私が個人的に注目している選手丸一ということで紹介していきたいと思います。まずはクラシックフィジークより長良祐希選手です。長良選手は2023年のマッスルコンテストメンズフィジークでオーバーオール優勝しプロカードを獲得しました。マッスルコンテストの時もクラシックフィジークとダブルエントリーしており2024年にはクラシックでステージに立つと発言していますからかなり熱いですね。7年ぐらい前から私はボディービルがもっと人気になるためには花がある選手がたくさん出てきて活躍する 必要があると唱えていました少し長良選手から話が脱線しますが当時個人的に花があって実力があると思っていた選手は。 ジャリー選手、カメシュ選手、高田選手の3人ですね長良選手はその3人に勝るとも劣らないスター性のある選手ですので彼の活躍がクラシックフィジークの国内の人気につながると思いますのでかなり期待しておりますそして本日は個人的長良選手の推しポイントを2つ紹介したいと思います1つ目は圧倒的な自分への自信があることです いろいろなタイプの選手がいますが伸びる選手の特徴の一つに自分の成長することに疑いがなく限界点を決めないというのがあると感じます。 ボディービルの厳しい世界を知れば知るほど若く勢いがあった選手も丸くなったりするもので常に強い言葉を発し続けるというのは我々が想像する以上に大変なことであり審議体がしっかり充実して結果を出し続けることも必要になってきます彼の SNS を見ていると非常に気持ちが強くメンタルが充実していてアスリートとしてのですね資質が備わっていることがよくわかります二つ目はコーチをつけていないということですここは推しポイントなのかという意見があるかもしれません がここが彼の伸びしろであり彼の才能センスを感じる部分でもありますボディービルは個人競技というイメージが強いですがステージに上がるまでは多くのサポートと協力が必要なチームスポーツであるという指揮者の方々は知っています中でもトレーニングコーチをつけるということは今日本でもトップ選手の中では当たり前となりつつありますが彼は独自のやり方でここまでの体を作り上げているということですからかなり驚きですね筋肉の搭載の仕方鬼の仕上がりそして圧倒的なポージングセンスを 見れば天才的な感覚の持ち主であることは容易に想像できますからこのやり方でどこまで登り続けるのかそして将来的にコーチをつけた時の伸びしろにも期待が膨らみます長領選手は同じ階級同じ体重の選手には負けないタイプの選手でしてただそれの最上位版そして今日本人ナンバーワンクラシックフィジック選手といえば古越プロですからもし東京プロとかでですね2人の対決がステージ上で見れたらどう見えるか今から非常に楽しみです本日の選手紹介 では以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。